はい、どうも、うえみです。本日は連打連打連打というゲームをやっていこうと思います。いや、タイトル画面怖すぎない？これなんでこのタイトル画面に焦点持ったんだろう。いや、ピエロってだけでもね、なんかちょっと不気味なのに、さらにね、いろいろちょっと顔面がやばいことになってるから怖さ倍増なんだけど、もうちょっとこのタイトル画面怖いんで早く始めましょう。ニューゲーム、はい。あの、連打連打連打っていうね、タイトル通りこう連打いっぱいするゲームらしいです。う、ここはどこだ、なんで俺こんなところに。お目覚めのようだね、ハワードくん。なるほど、このピエロがさっきのピエロか。え、こっちの方が全然いいんだけど。柔らかい雰囲気じゃん、こっちの方が。いや、柔らかくはないけど。誰だ、どこにいる。やばいやばいやばいやば、え、殺される。そんなに見回しても見つからないよ。これはスピーカーの音声だ。君から私の姿は見えないが、安心したまえ。私はちゃんと君のことを見守っているからね。クククククク。俺、まさか拉致されたのか。クソ、一体何が目的だ。何、簡単なことさ。君にはこれから私が用意した3つの試練を受けてもらう。うわぁ、デスゲームか。私は人間が必死になって力を駆しているところを見るのが大好きでね。人の持つ可能性、魂の美しさというものを感じるんだ。今、華麗にね、噛んだね、このピエロ。だから君もせいぜい楽しませてくれたまえ。ドアを開ければ、第一の試練のスタートだ。では、健闘を祈る。待て、勝手なことを抜かすな。くそ、たんまりかよ。試練だってふざけやがって最高野郎が。ああ、はいはい。で、これは何、椅子が、古びた椅子が置いてある。血がついてるね、なんかいっぱい。タンスは血で汚れている。うわー、ゴミ箱が置いてある。ん、何か、お、なんだ、ドアの鍵を手に。おお、はい、これで開けるわけね。はい、紙とペンが落ちている。セーブする。はい、じゃあセーブしよう。紙とペンが。壊す壊す壊そうか。 Z キーで、なになに、びっくりした。 Z キーオアクリックで、クリックでもいいの。なるほど、こういうことで。もう BGM がびっくりした、めっちゃ音量でかい。肉片が散らばった机の上にチェーンソーが刺さって、あ、でこれさ、確かにあのストレスフリーでストレス発散になるって書いてたんですけど、いや、いいねこれ。え、あ、あ、これも壊せる。あ、いっぱい壊せるじゃん、これも。なるほど、全部壊せるんだ。いや、これは確かにストレス発散になる。なんか、お、壊す時の音がめちゃくちゃ気持ちいい。うわ、くそ、鍵がかかってる。あれ、鍵ゲットしなかった。オプション、オプションじゃないか。あれ、あ、ドアがある。開ける、壊す。あ、壊すがある。え、壊す、やってみる。多分開けるじゃん、普通に開けちゃうんだよね。鍵持ってるけど。この BGM、 やばいやばいやばい。びっくりした、結構重かったよこのドア。さっきのね、あのメモ帳よりも全然重かった。なるほど、まあドアだからね。ようこそ第一の試練へ。安心してくれ、最初の試練だから簡単だ。何しろただの掛け算だからね。掛け算、掛け算大丈夫かな。掛け算不安がっちゃったよ私。この部屋の中には5つの数字が隠されている。それを全て掛け算すればドアを開く暗証番号になる。その5つの数字を覚えることができるか。まさか掛け算ができないとは言わないだろう。健闘を祈るよ。何かと思えば掛け算だと、人のことをバカにしやがって。はい、いや、ごめん、失敗したらごめんなさい。何か書いてある紙が落ちている。読む。この部屋の中に5つの数字が隠されている。すべて掛け算する。あ、はい、さっきの説明か。じゃあこれも壊そう。はい、来た。ちょっと待って、違う、あっぶな、あっぶな。ちょっとマウス誤作動起こすから Z キーに変えようかな。あー、びっくりした。あ、待って、なんかここ文字4って書いてない？ 4、こういうこと隠されてる。あ、何？床に血文字で何か書いてある。読む。3。あ、ありがとう。もう、え、紙とペンが落ちている。あ、またここでセーブできるわけか。はい。じゃあこれも一応壊しとこう。もう Z キーでいこう。あ、Z キーのが楽だわ。ちょっとクリック間違ってこの辺押したらね、移動しちゃうから。4、3。4、3。あ、あった。
ガラスの破片らしきものが落ちている。それぞれの破片に何か血のような赤い液体がついている。ほい。破片を集めると9という数字が書かれていることが分かった。はいはい、439、これは壊せるね。439、ちょこれ壊したらもう見れないから覚えなきゃいけない。はい、おら、よし、 Z キーの方が簡単に押せるし、いいね。439439、あーちょっと待って、2桁になるとややこしい。7、あーちょっと待ってね、ちょっと待ってね。43で思ったけどさ、絶対このドア壊せるよね。だからいっかも、4397ね、4397、4397。ちょっと待って、計算がマジで、待って、2桁でしょ。4397、資産 12×9、9218×7、108×7、7565716756? え、ちょっと待って、一回入力していい？え、なんか違う気がする。いや待って、あんちゃんむずいよこれ。これであいたら、まあそれはそれでいいんだよね。いやごめん、普通に間違った。はい、私は分かりました、この謎解きのからくりを。あの5つの文字って言ってたけど、探しまったけど絶対4つしかなかったんですよ。で最初のメモに5つ数字があるって言ってたじゃないですか。だからその5が数字なんだよ、もう一個の。だから最後に5をかけたらよかったんだ多分。これで開かなかったら私はもう壊します。容赦なく壊す。わからない、3780になった。なるほど、いやこれちょっとドア壊すのも快感だけど、謎解きできた時の快感もやべえ。え、めっちゃいい問題じゃん。お、うわ、めっちゃ人いる。ようこそ第二の試練へ。ここは私の作った何とか人形の展示場ですね。気が済むまで私の芸術作品を楽しんでいってくれたまえ。ほう、最も謎を解かない限りこの部屋からは永遠に出られないがね。クッククック、何が芸術作品だ、悪趣味だぜ。絶対に謎を解いてこんな場所から逃げ出してやる。まあ、謎は解かなくても絶対出れるんだけどね。でも私謎解きたい。じゃあセーブしよう。はい、セーブして、じゃあ壊そう。余計なものは壊そう。余計なものかどうか分かんないけど。これは何か書いてる。あ、読む。消防士の前と書かれている。消防士の前。消防士。ちょっと、どれだろう。あ、これ消防士。精巧に作られた、なんとか人形のような。あ、消防士。え、これが消防士かどうかが危ういんだけど。あ、違うか。消防士。でもう一個ある。はい、医者の右、医者の右、ちょっと待って、誰が職業かが全然わかんない。消防士の前の医者の右。あ、なんか勝手に乗った。床板が動かせるみたいだ。鍵を、やった。え、マジで、え、全然私適当に今マジで歩いてたんだけど。なんか奇跡的に行けた。じゃあいいや、これでいこう。じゃあドアはね、ちょっと壊すじゃなくて開けるでやっていこう私。はい。やったー、めっちゃ簡単に噛んでいけた。さあいよいよ最後の試練だ。迷路の謎を解かなければ永遠に迷い続ける運命だよ。はあ、せいぜい知恵を絞ってあがいてくれたまえ。その姿を観察するのが私にとって最高の娯楽なのだから。どうかしてるぜ変人が。さっさと謎を解いてこんなゲームからおさらばしてやるよ。もうすっごい慣れてきてるよこの男の子。あー、謎を解く。何？はい、風は北の山より吹き、南の森を抜けて東の湖を通り、やがて西の砂漠へと至ると書いてある。北の山より吹き、南の森を抜けて東の湖を通り、やがて西の砂漠へと至る。なんだこりゃ、ポエムか。うわ、わからんぞ私こういうの。これセーブだよね多分。はい、セーブしよう。で壊そう。わかんない。え、どういうことだろうさっきの。北はから、え。あー、そうやって行けるわけが。あ、でもとりあえずちょっと迷路してみようか。うん、迷路で行こう。あー、いたいたいた、そこまで線で良いよ。このこれは何、これスイッチがある。何か文字が書かれていた。あ、あー、待って、ちょっと待って。北、南、東、西って言ってたよね。だから、
これ東西南北のこう位置にあるから、多分これが北ボタン、 E と書かれたスイッチ押す。北、南、下。え、待って、さっき E って言ってたけど、なんかあ、え、どういうことだろう。はい、まあいいや、ちょっと適当にやっていこう。北、東、次東だったよね。じゃあこっち、あ、あったあったあった、これ多分これだと思う。あ、違う違う違う、そっちからじゃない。はいはい、 S とかかる。え、待って、あれだよね、 S とかってなんかアルファベットで東西南北のやつ、私あれ全然わかんないんだよ。N、 あ、ごめん、全然違う。え待って、その S とかあれとかがわかんないんだ私。はい、ちょっとスマホで検索かけました。北が、N だね。押す。北で南が S で、な、一つだけ文字読めなかったよね。だから次南だから S。 S どれだっけ、これ。あ、違う違う、これは東だから次だ。たこっち、あ、違う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 、一個だけ読みた、 W が多分なかったよね。そんな文字を私は見てない。はい、あ、これだこれだ。押す。で、南、東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 。はい。東を押して、次これだ。あ、いけたいけたいけた。これで絶対謎解きできた。これ、わかんなきゃ終わりだよね。あ、やった。なんか、すごい、いい音がしたよ。これで終わった。3つの試練。はい。おめでとう。いやはや楽しませてもらったよ。やはり人間が努力している様は素晴らしい。いや、ごめんなさい。もうスマホに頼りきりました、私。努力してない。もう君は自由だ。私の後ろの出口から外に出られるよ。え、マジで出してくんの？てめえ、ふざけんな。こんな狂ったゲームに付き合わせといて。言うことはそれだけかよ。おやおや、ご立腹のようだね。私を殴らなければ気が済まないかい？だけどやめておいた方がいい。私はこう見えて荒事には慣れているんでね。返り討ちになるのがオチだよ。それでもそうしたいと言うならもう止めないがね。え、殴れるってこと？うわー、殴りたいけど、ちょ、え、殴ろう、殴ろっか。後ろから突こう。はい、不意に話す。さあどうする、私と戦うかい、それとも出ていくかい。ジゼラルどちらでも君の自由だよ。え、戦おうか、最後。じゃあ、この人でね、ストレス発散しよう。じゃあ、多分強そうなんで、気合い入れて頑張ろう。ほら！うわぁ、強い！めっちゃ強い！ほら！やばいやばいやばい！あー！頑張れ、私！あ、倒した！ギャバー！やった！倒したぞ！え、なんと、お！なに、最後、骨みたいな。もう跡形もなく、え、全部壊し去ったってこと？こうして俺は悪夢のゲームから脱出した。やった、クリアした。え、ピエロ倒さなくていいんだろうけど、いや、でも気持ちよかった最後。あのピエロが何者なのか、何のためにこんなことをしたのかはどうでもいい。俺はただ生きて日常の世界へと戻れた喜びをかみしめるのだった。おーし、仕上がりました、ありがとうございました。いやー、気持ちよかったよ、レンダ。ちょ、最後ね、ハラハラもあったけどね、めっちゃ強かった、ピエロ。ドアよりも全然強かったし、15秒あったしね、なんせ。いやー、すごい、いい、レンダレンダレンダ。ボタン連打するのもたまにはいいですね。なんか最近そういう連打系の、おぉ。お、ありがとう。びっくりした。あー、怖い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 。